来年2021年を野菜とフルーツの、なんていうかイベントというんですかね、1年間そうしたフードヒーローという言葉がありますけども、そういう人たちをたたえるというか、そういう年間にしたいということで、今回日本にこうした輪がありましたけども、それなりに作ってみました。野菜と果物と、を料した、スープからさまざまな野菜ですね、当然日本のこうしたフードに、育まれてきた伝統的な料理も入れました。野菜っていうのはやっぱり人間の中であらゆる栄養豊富でですね、野菜とフルーツというのはもうこれはちっとも切れない食生活の中では本当に大切な食材ですけども、日本はすごくリッチです。ですけども残念ながらですね、今回のパンデミックで、コロナのですね、中で飢餓人口も増えて大変な状況になってますけども、我々はそうした生産者を本当に称えながらですね、大切にしながら、こうした食材をですね、本当に大切に、ロスがないように、これからも使っていきたいということです。今日は3種類のスープ、グリーンピース、かぼちゃ、赤ピーマン、それぞれ色素が鮮やかだということとコクのある野菜です。でこれはもう今日は冷たいのでありますけども、あったかいのでも大丈夫です。で夏なんかはすごく好みですね。これはクリジテって言いましてですね、大体12種ぐらい季節の野菜をたっぷり入ってます。あんまり火を通しすぎないということですね。いろんな野菜がたっぷり入ってて、四季を通じて美味しく食べられるんですね。例えば冷蔵庫の中にある余った野菜とか半端の野菜を全部一緒に使ったフードロスにもなります。オリーブオイルとレモン汁だけです。あと塩コショウだけで、レーズンとコリアンダーですね。ハーブでもないです。香草ですね。それぞれの野菜がちょっと歯応えがあって美味しく食べられる野菜料理ということですね。こうした葉っぱものとキノコ類ですね。これはその季節の旬の野菜を使えばいいと思います。カットして食べやすいようにポジションにカットして、で鍋で炊いて、それを食べる。でその鍋のこれに日本のだしが味がついてますから、それでそのままダイレクトに食べるということです。今回は全部で5品作りましたけども、まだまだいろんな料理がありますけども、今日はこういったものをいい機会を与えられて本当に感謝してますし、こういったことができましたことはありがたく思います。ぜひこれをですね、また何か疑問がありましたらどんどん質問していただければ細かい話はできますけども、とりあえず今日はこういったものを作ってみましたということです。